ままこの形でドラをめくる決まりになっています。はい、はい、ぐるりん、うん、はい、そうですね、一応設定を確認しますか。はい、はい、たまにね足当たっちゃったりしてカチッとねなってることありますよね。ありますね、たまに、はい、たまにあるんです。全自動卓をねお使いの皆様はちょっとね足元見ていただけるとカチッっていうねやつがあるんですよ。大丈夫だったっぽいですね。はい、はい、さあトン2曲1本は強卓が2000点となりました。いいですね、朝倉ドラ1内蔵、ええ、またおたかぜ統一だ。まあでもこれは本一ありますね、3ピンとか仕掛けやすいですもんね。ええ、こちらも統一が多いぞ。ドラがローピンか、うん、ああトンからなんですね。はい、もっと手役見るかと思いました。さあ第5がトンをポンしました。まだ手配映ってませんでしたが、うん、これは上がりたいだけの軽い仕掛けですね。はい、さあ9万とか切るんじゃないかな。そうですね、はい、さあこちらはチュンが統一、トンをポンされましたが洗いはポンしますか、うん、この構えは多分すると思いますね。そうなんだ、ドラドラじゃない、ローピンドラドラだ。このチュンねすぐ第5から出そうなので、そうですね、うん、今ね強卓が2本あるんですよ。はい、1000点は3000点以上なんですよ。高い、まあまあ高いんですよね。残機は上がるみたいなもんですもんね。そうなんですよ、はい、なんでこの曲は軽い仕掛けもちょっと普段より発生しやすいですね、はい、これ気にしないっていう人もいますよね。2本ぐらいだと気にしない人もいますね、はい、あんまり村上とかは気にしないタイプな気がしますね。まあそれがあるからって役配ポンみたいなことはなさそうですけど、うん、新井は泣いた、はい、うん、まあもう今ね勘違いを引いてイーシャンってなったのも大きいですよね。これはもう形もいい、はい、で普段だったら新井はこれ本一見るタイプだと思うんですけど、今回はもう急走とか引いても満足するんじゃないですかね、多分この4、5、5万のとこ払っていって想像に染めるっていうことですね、はい、普段だったらそうしそうなんですけど今日、はい、本日この曲に限り受け入れそうな気がします。はい、新井これ上がると2着目に立ちますね。まあそうですね、今回下3人の争いがね今のところ熾烈。さあどうしよう、はい、テンパイ取れますね。テンパイ取りました、はい、3走と9走のシャンポン待ち、3球ってことですね。3球走、はい、顔見ないでください。俺いいこと言ったよねみたいな。さあそうだ、ドラドラのイーシャンテンじゃないですか。あ、ペン3ピンだ、これも嬉しい。これは嬉しい、イーシャンテン、イーシャンテンって呼びたくないな、うん、ちょっと形だな、どうしますか。ペンカンチーピンですね、ここ払っていくか、ね、お払っていった、はい、本日見て数層とかもなくはないんですけどね。なるほど、うん、3層9層どうですか。三山ですかね、はい、三山、しかも、第5は急走は止まらない、うんうん、てか急走はみんな打ちそうだな。三蔵は止まるかもみんな。三蔵急走、え、三山ですか。はい、三山です。どこに、あれ使われてないか、四山か、うん、四山ですね。四山多くない今日、シャンポン全山多くない。あ、三蔵だ、微妙、微妙ですね、これどうします。一応1、2、3あるんですけど、イーソー切ってるんですよね。なんかイーソー切ってるならいらない気もするが一旦残した、うん、まあ、ドラドラ使いたくて6、7、8、8の形はちょっと不自由なんで、使うために残した、と危ないから残したではないですね、使うために残した感じですね、使うために、はい、テンパったよ、すごい、これもシャンポンで、はい、さあローソー切ってリーチ待ちは数層とペイのシャンポン待ち。新井これ降りなさそうだな。さあどうでしょうか、うん、これは両面にしましょうか、はい、ローソー切ってリーチ、はい、これで両運送待ちに変化しました。 1,2,3,5 枚、ペー危ない、ペーは当たりだぞ。今一気に2つ減りましたね、シャンポン数層ペー、確かに両方吸収されたんだ、はい、じゃあもう1枚しかない。ただペーがどうなるか、どうなるんですかね、洗い押すと思うんですよね多分。じゃあは現物だ、そうすると園田任せるになっても不思議ないと思うんですよね、さあ園田のペイがどうなるか、今打っても不思議ないです、はい、はい、さあペイだ、これは親の朝倉の当たり牌です。リーチドラ1 3900か4200、そして強卓も2000点、こちらは朝倉の箱へ入りました。ちょっとやっちゃったかなっていう感じが今そうだから見えましたね。ありましたか、うん、あの一貫戦自分ドラドラなんですけど、あんまり形が良くなくて、はい、でかつ2フールの第5、うんうん、浅く、あ、じゃない、そ、新井がいて、新井もいて、自分が打たなければ結構子供が上がって一曲進んでたっぽいな、
あ、もうトップ目の俺が打たなくてもっていうところはちょっとあったかな。なんかミスな報酬なわけじゃなくて、ちょっと後悔が、やめといたらもっといいことあったかもなっていう思いはあったかもしれないですね。麻雀すりやろチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。